はい、こんにちは。長田薫です。今年は多いですけども、多いですけども、またまたこちらをお見せしたいと思います。はい、イヤホンですね。ヒューミックス、ヒューミックスはすごく久しぶりのメーカーですけども、でこの形もね、最近、あの完全独立型のワイヤレスイヤホンを、まあ、お見せしてきてたことが多いんだけども、すごい久しぶりですね、この首掛け式。 うん、パッケージは結構しっかりしてる感があるなっていうふうに思いますまあこの外箱を見る感じだと適当とってなせそうな気がしますけどもまあ行ってみましょうかねうんこのシルエットだけ見ると結構良さそうだけどねちょっと開けてみたいと思いますイヤホンなんで 珍章でやんなくてもいいかなっていうふうに思って、はい、あの別に舐めてるわけじゃありませんけどね <laughs> 開けゃいますはいこんな感じえー、ここをパカッと取るとこうやって出てくるって感じですねこれがイヤホン本 充電ケーブルです。えー、マイクロ USB ですね。タイプ C ではないです。替えのイヤーパッド。そして、えー、これがね、よくあるやつですね。ハッピーノットハッピーですね。はい、サンクスカードですね。こんな感じ。あね、こういうね、公式サイトのあれもあったりとかの、これがトリセツですよ。で、トリセツは、 あれです日本語が確かあるんじゃないかなはい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 日本語ありますねこの三段形式になってての真ん中真ん中がねっうちで日本語ですねよしこれが本体ですゆっくり見せていきたいと思いますけどもえー、ここをと この感じだと一人称にしてもなんかが画角があれで収まりにくいっていうのがあるんですよねほいほいほいおいお,いおうなるほどなるほどここの首のところはこれちょっとチューブなんです形状記憶っぽい感じになってるねだからあのー、ソニーのさ首掛け式のやつの動画をまあちょっと前にえー まあ、サイアップっていう形で確か上げましたけどもあれはペランペランだったじゃないもうどこをどっちつかずほらだから片手で離してもこうやってちゃんとワイヤーが入ってるのかこういう感じですねうんこれは多分安定すると思うでここがボタンなんですけど見えっかなちょっと光に当てないと見えづらいんだよね片方側は何もないんですよ 片方側は何もなくって、まあ、バッテリーだけが積んであってのこっち側もう一方の方にこのボタンがあると電源とあとここに、えー、充電の部分があるって感じですねなるほどなるほどでイヤホン部分はこうマグネットでマグネットでくっつくタイプですねこんな感じですようん わりかし普通このこれの形がさちょっと昔っぽい感じでするねこの斜めについてるのはこんな感じか OK はいこんな感じですねうん音漏れも多分全然してないと思うんですけどでここの首の部分だよねこれが。 まあこの服の上に入れる襟のところにやっちゃう派とまあ服の中に入れる派と2つあると思いますけど俺は外派なんですよどうしても、はい、ちょっとペターンとくっついちゃうの嫌なんでまあただこっちに入れちゃう人の方が多いんだと思いますけどねでこれをこうこうやってくっつけるって感じこうこんな感じ効かない時は こう画面見ながらだとあれだけどこんな感じですねうん割とフィッティングもいいとは思いますうんで音もまあこんなもんだろうなっていう感じはしますけどねあのブルートゥースなんでもちろんその有線とはね比べ物にならないぐらいまあ劣るというか もものなんだけども別にあのこれ外で聞くもんだから全然あれだと思うけどあれなんですよね今あの屋内にいるんであのー、こう遮音性っていうのがちょっと測れないというかまあ,あのお伝えできないんですけど結構ねもうさっきもちょっと言ったんですけどフィ,ッティフィットは全然もう安定はものすすごいしますね結構密閉感がある感じ。 あのつけてしゃべると自分の声がなんか大きくなっちゃうなっていう感じがしますね。であのー、今ね壁にかあ壁じゃね首にかけたままここにこうやって、ね、マグネットでつくって言ったじゃないですかあのー、そうですねあの他のメーカーでもこういうことやってるところはいっぱいあるんですよ。ね。 でこれ自体は俺便利だと思うんですけど他のメーカーでもやってることがあってもっといいとかこれでやるとその音が止まる要はオフになる離すとオンになるっていう機能が他のメーカーのこういう,こうマグネット式のやつで結構あるんですけど残念ながらこの HUMIX のやつは対応してないです。ンンににににここにマグネットがくっっっついいててててブブランブランしななようにっていうだけになってますあの音を止めたりとか オンにしたりとかっていうのは、このコントローラーのボタンの方でやる必要があります。うん。そうですね、そこがちょっと残念かな。今後はそこら辺を気使ってやってほしいなと思いますね。あのケーブルとかってちょっと見,見えにくいですけど、このケーブル自体にもこの昔ソニーがやってたような、この縦線がバーって入ってて絡みにくくちゃんと加工しあったりとかっていう、 割とその細かいところ見てるなっていう感じはあるんですよ。ね、これ自体もちゃんとけなんだ。慶応記憶でワイヤーが入ってて、首にかかった時に安定するようにとかプランプランしないんで、そこら辺はいいなっていうふうに思うんですけど、ここですね。残念なところとしてはここかなっていうふうに思います。うん。まあ、あとはあの実際にあの人混みの中で使ってみての。 つな、えー、がりにくくなったりするのか途切れたりするのかとかあとはそういうところかなっていうふうに思いますね。まあ割と安いイヤホンなのでまあ、求めすぎてもなっていうふうに思うんですけどもまああの今年これイヤホン何個目かなものすごい数俺やってるなっていうふうに思うんだけどうんあのものとしてはあの悪かないなというふうに思いました。 うん、であの完全独立ワイヤレス型のやつと比べてこっちの方がいいなっていうのは、えー、バッテリーの持ちですね連続再生時間が、まあ、やっぱりこっちの方が長いんであの完全独立ワイヤレス形式の方ってさあの2時間とか3時間とかじゃないですか。はい、だけどこっちの方はねもっと長いですよ7時間とかだったかな確か。 充電時時間間で確かか再生とかまあ、バッテリー項に積んでるから当たり前なんですけどあのそういう良さがありますあっちはあの全くあの紐とか何も紐じゃねえこのラインとかをねどっかに引っかかるとか気にしなくていいっていう良さはありますけどもこっちの方の良さは連続再生時間が長いというととうころですかね基本的にはそんな感じになっています。 うん、まあ結構きれいにはねまとめてきたなっていうふうに思いますね昔のヒューミックスって本当にもうベンチャーで立ち上げた、えー、間もない会社でまあまあ他のもところとそんな大差ねえものやってきてんなっていう印象でしたけど正直言うとだけどパッケージデザインもそうだしあとはこのもののまあこの結構コンパクトにまとめてきてるなっていうふうに思いますけどねうん。 だから人によっては全然これこの価格でってうんだったら満足できるんじゃないかなと思います個人的にはこのマグネットでの,そのオンオフ機能がつくっていうところとあとこうなった時のこの収納のしやすさみたいなのをもうちょっと考えてもらえるとウケるんじゃないかなって思いますね。あのソニーの,、ね、この首掛け式もそうですし えとあとビーツビーツオーディオの首掛け式とかも、まあ、まだまだいろいろいっぱいありますけどもあの収納までしっかり考えてもらえるとものすごいあのそれだけ <laughs> 音が別にそこまで追求せずとも例えばそのバッグに入れた時100%絡まないような収納の仕方ができるとかそのケースは別にしてね。 ケースとかあの巾着袋みたいなの入れるっていうのは置いておいてこれをどうにかあのちゃんと収納できるような形をこう考えてもらえるとものすごくそれだけいいんじゃないかなと思いますもちろんそれをやった時にダサくない格好っていうのがありますけどね。こここれがこうピュッとここの、ね、中に入って 折りたたんでみたいなのがなんか昔あったような気がしますけど、それすっごいダサい形だったんであんま好きじゃな,なかったんですけど、まあそういうちょっとまあスタイリッシュな収納の仕方が考えられるプロダクトになってくると、こういう首掛け式もまだまだうん生き,生き残っていけるんじゃねえかなっていうふうに思います。あの完全独立式がもうほらケースに入れてポンってもうバックにいっちゃえば終わりっていう感じなんで、まあそれぐらい手軽さ手軽であり あのこのラインの絡みみたいなものをねそのまどろっこしさを完全に払拭するようなものそういうデザインが考えられるとあの今後いいのかなっていうふうに思いますあの。努力はちゃんとしてってるなっていうふうに思うので本当に細かいところまでちゃんとしっかり作ってきてるんで物としてててははどんどんん質が高くなってきてる感は感じます今後にも期待できるかなっていうところですね。はい、いととうことで ヒューミックスのワイヤレスイヤホンお見せしましたまた見てなバイバイ